メンテナンス中だと？メンテナンスすんなし。これでニューヨーマシティは大体見て回りましたが、 UFO の出かかりはなしか。困っただにね。何どうした？ウサピョンどうしたの？大変だに。 UFO のことで妖怪お知らせ隊が大騒ぎだに。確かに UFO のことがトレンド入りしてますね。トレンドとかもあるんや、ちゃんと。え、なんて書いてあるの？何何？お、つぶやき。ニューヨーマシティに UFO 出現。マジで？まだ見てないやつは街の北ブロックに集合。 UFO はそこにある真っ黒なビルの上空をよく飛んでるらしいぞ。チェケラ。チャラいよ。つぶやきしかつぶやいてないじゃないか。この街の北にあるビル？なぜ UFO がそのビル上空に出現するのか理由はさっぱりですけど、とにかく手がかりはゲットできましたね。よし、早速そこに行ってみようぜ。ゴーゴー。さっきからこの光ってるやつが気になる。チョコボーイチゴ味を手に入れた。もう散々持ってるよ。んで？あれは？こっちじゃないわ。なんかあっちにも旗のマークあるけど。よいしょ。あ、ここはもう食べ物街ってことなんかな。ほら、こっちにもなんか。あ、雲海鏡。ペロン。はぁ、どうした？あれ、ため息なんてついてどうしたの？それ。あー、ケイタさん、ちょうどいいところに。すべての雲海鏡がケイタのことを知ってるんだな。ケイタさんもご存知の通り、我ら雲海鏡はいろんな場所場所をつなぐことができる妖怪です。うん、いつも助かってるよ。ジャポンと USA のような海を越えた国だって、ちょっと多めにパワーを使いますが、つなぐことができるんです。でも、でも、もっと、もっと皆様に便利に使っていただきたいんです。仲間を増やせば、雲海ネットワークの行ける場所は広がりますが、そうではなくて、もっと根本的に、利用してくれる人のためになることを。なになに？それはまた、ずいぶん向上心のある相談ですね。お願いです、ケイタさん。私たちがもっと便利になる方法を一緒に考えてください。雲海鏡をもっと身近に。向上心のある雲海鏡からもっと便利になりたいというとても真面目な相談を受けた。どんな機能があると便利だろう。を受けようか。でも急に言われてもパッと思いつかないなぁ。物を便利にするのが得意な人に相談してみるのがいいかも。そんな人おろん。それでしたらケイタくん、よっぷる社に行ってみてはどうでしょう。まさに技術の最先端が集まる場所ですし、いいアイデアをもらえるかもしれません。確かに。いつも妖怪ウォッチのランクアップをしてくれるお兄さんに相談しに行ってみよっか。あの新人くんでウィスね。大丈夫か？きっと今日もヨップル社のウォッチラボにいるはずでウィス。どうぞよろしくお願いします。クエスト、雲海鏡をもっと身近に発生。クエストメニューを確認しよう。このクエストをこのままナビしようか。ってことは、一旦引きこもりに話して戻らなければ。車かっこいいな、みんな。ね、引きこもり、私のリムジンでヨップル社に出発いたしますか？うん、ヨップル社に行く。では参りましょう。毎回かわいい、癒される。あの二人はもう出発したんかな。おし、到着。で、ヨップル社の新人くん、あのおっちょこちょいな新人くんやね。大丈夫なんやろうか、相談しても。ちゃんとためになることを言ってくれるのか。全然違うとこ行きよった。え、どこ？こっちで合っとるよね。あ、合っとる合っとる。おい、新人くん。あ、あれれ？本日はどうされましたですか？もしかして前回のランクアップに何か不備が？いや、大丈夫大丈夫。ううん、今日は相談に来たんだ。相談でございますですか？僕に答えられることでしたら何でもお答えしますですよ。多分。相変わらずお仕事を頼むのがちょっと不安になりますね。相談っていうのは、雲海鏡のことだよ、雲海鏡の。を一緒に来とる。というわけなんだけど、どうかな？なるほど。
非常に興味深い仕組みでございますです。空間をつなぐ仕組み自体は妖怪ウォッチにも組み込まれていますが、人間や物まで移動させてしまうとは素晴らしいでございますです。それで私はどうすれば便利になるでしょうか。どうすれば便利に、どうしましょう。それを聞いてるんだよこっちは。ずこアイディアないんですかい。あのこういうのはですね、お客様の不満から改善点を見つけるのが一番だと思うのでございますです。まあね、なるほど。だってクレームからなんか新たなアイディアが出るとかよくあるもんね。というわけですので、お客様何か不満はございませんですか。あ、そっか、確か、あ、どこからでも使いたいってよくない。かっこよくとかそんな見た目どうでもいいし。そうだ、どこからでも運外球が使えたら今よりもっと便利かも。どこからでも、それです、すごいです、技術革新すぎますです。できるんそれ。実現すれば移動手段が今までとガラッと変わっちゃいますです。でもそんなこと本当にできるんでです。お任せくださいです、少々お待ちくださいませです。なになに、この技術を妖怪ウォッチにつけれるとかそういうこと。この技術を応用して、ここをこうして、あれをああすれば、つまりこっちがああなって、なになに、はい、問題なくバッチリ可能なはずでございますです。多分、何、新人くんの多分っていうのは飛び盛りのさ、動物たちの語尾についてる言葉みたいな感じ。おお、すごい。ただ開発を行うには特殊なあるものが必要なのであります。あるもの、よっぷる社にはないのでウィス。はい、あれはよっぷる社では用意することができないのであります。でもあれさえあれば運外教さんの夢が叶うのです。なになに、どうかあれを探して持ってきていただけませんか。はっきり言えよ。私からもお願いします、もっと便利になるために。そのあれって何。びっくりした、このままもうなんかポイって掘り出されるんかと思った。あ、そうでした、あれというのはですね、肩乗り小僧のコンでありますです。肩乗り小僧のコン、コンって言っても妖怪のコン化ってできましたっけ。ジャポンにいた頃は和尚さんにお願いしてましたけど。困ったなぁ。そういえばこの間ウサピョンが探偵事務所に和尚さんから依頼が来てたなにと言ってましたが、あの依頼は解決したんですかね。カトマリ小僧のコーンは小型化の技術に応用できるのであります。どうか持ってきてくださいませです。僕はその間に他の開発を進めておきますのでございますので、言いにくい。カトマリ小僧のコーンを新人くんに渡そう。で、じゃあとりあえずその USA の方に行って、お嬢さんの依頼とやらを解決せんといかんってことかな。多分ヒントやろ、さっきの。何気にチラッと。じゃあちょっと行ってみるか。USA のセントピーナッツバーグにある時計屋にワープしますか。ワープする。え ?USA? ジャポンじゃね。全然違う方来た。よっぽれ車にワープします。そうだそうだ、ジャポンジャポン、忙しいな。ただいまメンテナンス中です。ワープはご利用いただけません。メンテナンス中だと。メンテナンスすんなし。肩乗り小僧のコンって何よ、どうすればいいのよ。そう、あれだ、アイナの方に切り替えればいいってことかな。違う。キュッキュッキュピー。妖怪たちの HP と陽気ゲージが全回復した。キュキュ。そしてアユナに入れ替える。はい、来た。ケータに切り替えて進めようってなっとるけど、とりあえずクエスト、おしょうさんのクエストとは、おしょうさんないよ。じゃあ運外鏡
鏡の世界に連れて行って差し上げます。運台機を使ってワープします。ほんとね、あゆうさ探偵社、はい、あゆうさ不思議探偵社ワープします。そしてあくー依頼は、あ、クエストある。こんにちは、アイナさん。探偵依頼をご確認くださいませ。おしおさん。おしおさんからの依頼とかなくね。なにこれ。もっと友達が欲しいだに。ウサピオンの依頼。あ、これやない。商店寺の婚活パーティー。婚活その婚。商店寺のおしおさんが婚の講習会、婚活パーティーを開くためにお手伝いを頼みたいそうです。うちは探偵者なんですけどね。ご褒美、深い漢方。いいやん。これ受けとこ。じゃあこのクエストの目的地ナビを行います。ナビを開始しました。目的地を目指そう。何？本の講習会、婚活パーティーだに。婚活パーティー、何やら怪しい響き。気になる。何興奮してんだに。どんなパーティーなんでしょうね。詳しくは商店寺にいる依頼人に直接聞いてみるのが良いかと。なるほど、訪ねては来ないんだね。うん、そうだね。行こう、ウサピョン。おう、おう。ってことで。要は、多分これをクリアしたら、いけるということでしょう。どこにワープしたらいいんかな。ワープします。さすらいそう？あれだ。さすらいそう。ワープします。はい、ちょっとでも近く。よし。あ、間違えて切り替え。これで、おお、これでおしょうさんに。で、あれよね、ケイタと、あゆな。二人の妖怪はこれで、妖怪っていうか妖怪だけじゃないか。システム自体が多分共通になっとると思うけん。向こうでも、コンができるようになるわけ、なるわけやろ。本ができるってちょっと日本語おかしいけど。おしおさん。あ、ここにも運外機を起こしとこ。直接来れるやん。見つけていただきありがとうございます。私の鏡の世界を通れば遠いところにもひとっ飛びでございます。運外機が目を覚ました。この場所にワープできるようになった。運外機を使ってワープしませんよ。今来たばっかりなのに。はい、おしおさん。婚活パーティーをしたいと。あゆうさ不思議探偵社です。来てくれたか。依頼にあった婚活パーティーって一体何のことだに？獣本村にある一徳寺の和尚さんを招きして、婚変化を伝授してもらう講習会じゃよ。それ、パーティーっていうだに？その婚変化って何ですか？詳しい話は当日のお楽しみじゃよ。で、お主にお願いしたいことがあってな。スペシャルゲストとして USA の教会の牧師さんを招こうと思うておったの。すまんが、この招待状を郵便局へ届けてきてくれんかの。婚活パーティー招待状を手に入れた。お安いご用です。ただし、その楽しそうなパーティーに私も参加させてください。もちろんいいとも。妖怪も何組か来るようじゃし。ふっふっふ。賑やかになりそうじゃ。妖怪も何組か来る。すげえな。ワクワクが止まりませんな。じゃ、この招待状、早速郵便局に届けてきまーす。ほっほっほ、頼んだぞ。荷物とかも共通になればいいのに。ねえ、なんかケイタの方に切り替えてさ、そのまま直接私に行きたいことない？ヘリコプター使ったら早いんかな。てか郵便局ってどこまず？とりあえず郵便局。はい、到着。閉まっとるとかないよね。あ、よかった。あ、運外局こんなとこおるやん。起きろよ。はい、起きて。これで小ヤギ郵便まで、パパッとワープしてこれるわけやね。さあ。この手紙送りたいんですけど、どれくらいでお届け先に着くかわかりますか？宛先をご確認させていただきますね。ふんふん。一瞬で目的地にお届けしますね。一瞬？え？一瞬で？
うちの郵便局員は働き者ですから、すぐにお届けできちゃうんですよ。働き者とかそういう問題？すごっ。それではお預かりいたしますね。よろしくお願いします。婚活パーティー招待状を手渡した。郵便局に届けたこと、和尚さんに知らせるだに。うん、そうだね。じゃあこっからは、直接行ける。さあ、雲外鏡、ワープをさせておくれ。これで、昇天寺。あー、楽。目の前で人が吸い込まれていくってどういう感じ？和尚さん、届けてきたよ。和尚さん、しっかりバッチリ招待状を郵便局に届けてきましたよ。助かるわい。招待状はすぐに USA の牧師さんに届くそうですよ。そうか。ならば、婚活パーティーは明日にするかの。うひょー、これまた早いっすね。え、来れるの？というわけじゃから、忘れずにまた明日いらっしゃい。了解っす。一晩経ってから婚活パーティーに参加しよう。あ、待って。雲外鏡、雲外鏡。これで、自宅まで一飛び。どこだ？みそら家。ワープします。ほい、到着。そして、雲外鏡には反応せんのやね、妖怪ウォッチ。あ、ウサピョンにも反応せんか。はい、じゃあ寝ます。朝まで寝る。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。